こんにちは、ベーシストのマッキーです。今日はですね、レッドホットチリペッパーズの、コーヒーショップという曲をちょっと解説したいと思います。まずはですね、 A メロのところのスラップの部分ですね、解説したいと思います。こんな感じですね、ここの部分はですね、まあちょっとよくトゥン、ツキツキトゥン、ツキツキツキトゥンっていう、よくレッドホットチリペッパーズのフリーさんがよくやる手癖のスラップフレーズです。これもちょっといきますね。これ E の開放弦と E のキーでやってますね。 E の開放弦とこの、2弦の、2フレットですね。だから E の開放弦と2フレットで、これオクターブっていう感じですね。こういう感じですね。まずこれですね。ってこう一回ゴーストノートありますね。ドーツってドーツ、ゴーストノート、右手のサムゴーストプル。ドーツってツッテツッテツッテってこうサムゴーストプル、サムゴーストプルって感じで。2回目はツッタッツッタが2回いきますね。もう1回いきますね。ドーツタッツタドーツタッツタッタドーツタッタッタドーっていう感じで、2回目はちょっとサムゴーストプル、サムゴーストプル、サムゴーストプルっていうのが、3回いきますかね。ここまでいいでしょうか。ドーツタッツタドーツタッツタッツタドーって感じですね、で、この後今度キーが変わりまして、キーというかコード変わりまして、4弦の3フレットの G に行きますね。普通のオクターブですね、4弦の3フレット、2弦の5フレットですね。だから4弦の3フレット、2弦の5フレット、開放弦 E の開放弦、4弦の開放弦、2弦の2フレットですね。で、まとめますと、ゆっくりいきますね。もう一回ゆっくりいきますね。ちょっとゆっくりいきましょうかね。ドーツタツタドーツタツタツタドードーツタツタドーツタツタ、こんな感じでちょっとやってみましょう。レッドホットチリペッパーズの A メ、コーヒーショップの A メロでした。頑張っていきましょう。